ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。コメントにですね、はい、INFP 芸術家の転職のコメントに、はい、こんなのいただいたんですね。 INFP-T の女子ですと、はい、INFP の動画を調べていたらここにたどり着きましたと、はい、やっぱり販売や営業物流のお仕事よりも、物事を突き詰めていくプラス自分のやりたいようにできる仕事の方が花咲くのかもしれないなと思って聞きながら思ってましたと、はい、かっこ今までの仕事がそんな感じなのではあため息のアイコン、はい、なんかすぐに転職するのが難しそうな仕事ばっかりで悲しくもなりました、はい、片方涙。大卒とかの方がやっぱり強いのかなって考えちゃいます、はい、すっごいわかるんですよ、はい、というのは、まあ、はい、紹介したのがこの本ですね。あなたの転職がわかる16の性格、はい、これでその INFP さんの向いている仕事っていうのを見ると、はい、一番に出てくるのが芸術関係、はい、INFP が芸術に惹かれるのは自分を表現する能力があって独創的なものの考え方ができるからだと。で、真っ先に挙げられるのが画家、2番目が彫刻家、はい、でライター、詩人、小説家、ジャーナリスト、エンターテイナーときて俳優、役者、音楽家、編集者、まあ、この辺からようやくデザイナーとか、はい、エディターとか、はい、アートディレクターとか、うん、DTP とか、あ、なんかこの辺僕、はい、僕ですねとか思いながら、はいはい、で次出てくるのが教育、カウンセリングっていうので、例えば大学教授、研究者、臨床心理士、社会福祉士、精神保健衛生士、教師みたいな、はい、で次出てくるのが、聖職者みたいなのが出てくるんですね、はい、ちょっと日本だとあまりその宗教教育者、はい、伝道者って言われても、はい、なり方わかんないですよね、はい、デューダには載ってないですよね載ってないですね。でこれ前も僕、はい、この ENFP、はい、あ、まあ、自覚が ENFP なのかな、はい、っていうところを見ても、はい、なんか一番初めに出てくるのがクリエイティブで、はい、ジャーナリストとか、はい、脚本家とかコラムニストとか、はい、俳優とか作曲家、ニュースキャスターってなりたいですよ、はいはい、で次出てくるのがマーケティング企画で広告宣伝、マーケティングコンサルタント、代理店の営業、コピーライター、まあ、この辺そうか、はい、なんていうのが出てきて、はい、まあたまたま僕は慣れてるんですけど、うん、はい、転職とは別に思ってないんですね、はい、なぜなら NF タイプだから、はい、あの叶った瞬間に、はい、僕が僕のアイデンティティじゃなくなるので、はい、これでいいのか、これでいいのかは常に持ってたいんでしょうね、はい、だとこれ持ってないと今の僕が完璧になっちゃうじゃないですか。でも そんなわけない。それによって向いてるのを手放しちゃうかもしれないですよ、はいはい、だとするとこの INFPT さんの女子も、はい、多分 NF タイプなので、はい、僕と同じ病気なんですね、はい、あ、ごめんなさい、これあの、はい、愛情です、はい、今抱きしめながら言ってます、はいはい、僕と同じ病気なんですよ、はい、あの完璧な僕がどこかにいると思ってる、はい、でその完璧な僕と完璧な私と一致した時に、はい、今あるモヤモヤは全て解決すると思ってるんですよ、はい、でこの人が抱えるジレンマというのは、はい、幸せにはなれないんですよ、はい、幸せになった瞬間に、はい、僕が僕ではなくなるので、はい、もっとより上があるはずですよね、はいはい、で今 社長ってあのもう今ダメですね僕はもう今もういいことを言う人を全部社長っていう癖がある、はい、今隊長は何ておっしゃいました、はい、それによって手放すかもしれない、向いてるものを手放してしまうかもしれない。どこに注意なんですかね。どこに注意かは分かんないですよね。で、はい、ちょうどねこのコメントのすぐ同時期ぐらいにもらったコメントで INFP で、薬剤師をしてましたと。確かに患者さんと関わりが少なかった病院ではやりがいを感じることができなくてすぐ辞めた。で、患者さんと関わりが多い薬局ではやりがいを感じてました。はい、やっぱ人と接する、はい、人と接して
楽しいところ、はい、いや違うな、楽しく人と接することができるところとか、まあ、はい、あの感謝されるとか、あ、はい、なるほど。僕はなんかこのわーって喋って、はい、まあ、お客さんのとか、今日ちょうど取材行ってて、はい、僕はカメラマンについてですね、はい、ああ撮ってこう撮ってみたいな、はいはい、話をしながら、うん、このモデルの人に話しかけて、はい、なるべく笑ってくださいとか言わずに自然の笑顔が出るように話しかけるんですけど、はいはい、それで笑顔が出るとおっしゃって思うわけじゃないですか、はいはい、今日一の笑顔が取れましたなんてのが言われると、はい、その辺なんですかね、なんか自分が得意だと思ってて、はい、プラス人と接するところで、うん、自分が得意と思ってることをやって褒められると、はい、楽しいねってなるんですかね、まあ、それはあるんじゃないですか。それはタイプに関わらずなんですかね、 NF さん特有なんですかね。まあ、NF なので、はい、人間関係は多分大切だと思うんですよね。人間関係は大切だと思います、はい、でも内向なので、内向さんですね、こうなんか積極的にこう受けを狙いに行ったりとかっていうよりは、なんかコツコツやりながら評価されるみたいな、頼りにされるみたいなのがいいんじゃないですかね。あと、はい、この最後に大卒とかの方がって出たんですけど、はい、これそんなに感じないんですけどね。まあ就活の話じゃないですか。あ、転職の活動とか。転職の活動とか。でも大卒じゃないですか。2部ですよ。2部でも大卒って書きますよね。いや、あの僕の会社で言われたのは、はい、これ書かない方がいいよぐらい言われましたけど、ね。2部を。あの大学名と。はい。2部を。2部。2部ですよ。はい。でも我々の時はあったんですね。そうすると、まあ、はい、高卒になるわけじゃないですか。うん。はい。あ、っていうと、あ、そっか、でもで、ある程度キャリア積んでると、はい、もう僕関係ないなと思うんですね。まあそれはあると思いますよ。やってきた仕事じゃないですか、はい、だからあんまりもうこの何個かやっててキャリアを積んでるなら、はい、もう関係ないんじゃないとは思うんですね、はい、一発目は確かにあるのかもしれない、はい、ただもう大丈夫ですよ。あとは人、まあ、その学歴もキャリアみたいなもんじゃないですか。学歴もキャリア、はい、私はこんだけ真面目に勉強しましたよみたいな、まあ勉強しましたよっていう証にはなりますよね、はい、はい、っていう、だからまあ職歴も1ヶ月で辞めた仕事が3つとかだったら、でもそれは書かなくていいって言いますけどね、はい、そうするとまあ無職でキャリアなしになりますよね。ああ、これが10年経験してますとかだったら、まあそこそこのキャリアになるかもしれない、まあ経験ですよね。なるほど、はい。今あと高卒と大卒では給料が違うみたいなのがあるじゃないですか。スタートので僕15万でしたよ、27で転職して。それはまあ会社によるってところは15万、あります、ね、27転職15万で見て12万ですよ12万スタートですよ僕はい、それはまあなんかあれですよ、市場ですよね。長かったですけどね、30ぐらいまで、はい、その意味合いですよね、多分その意味合いですかね。下積みみたいな、下積み長かったですけどね、はい、でもまあ、なんて言うんだろう、このあまり大卒はまあ関係ないと僕は今思ってます、はい、キャリアだよねとは思ってます、はい、で自分のやりたいようにできる仕事の方が花咲くかもしれない、だけど隊長がさっきおっしゃった、はい、捨てるかもしれないよっていうのは、はい、ちょっとどこかに持ってた方がいいような気がします、はい、で、はい、あ、僕からいいですか、はい、NF の民じゃないですか、はい、もしか今仕事をされてて、はい、その辞めることができてないなら、はい、それはもう運命なんですよ、はい、神様がそこにいろって言ってるんですねNF っぽいですね今、はい、そこにいるべきなんだよって、はい、まあ、でも NF に響きそうですね。で、はい、我々 NF の民は分かるんですよ、はい、何がですか。転職のタイミングは、はい、いやでも転職活動はしていいと思います、はい、で振られるとか、はい、そのちょうど転職で決まりそうな時にこっちから引き止められるとか、はい、僕経験したんですけど、はい、それはもう神の差配なので、はい、もうそこは身を委ねるしかないと思ってて、はい、でもしか今辞められてないなら、はい、辞めるなって言ってるんですよ、はい、以上ですで隊長がさっきおっしゃった、はいはい、いやそれは捨てるかもしれないよっていうのは、はい、もしか今それを聞いて、はい、はそうだと思ったなら、なんかよりいいものがあるかもしれないっていうのは、はい、妄想ですよ。
その言葉は聞きたくないな NF としては。いやでもいいかどうかはそこに向かっていった先の話だと思うんで。あ、なんで向かっていくのは必要だと思うんですよ、はい、転職活動はね、はいはい、でこれじゃないかもしれないみたいなものよりもこれをやりたいみたいな感じで進んだ方がいいんじゃないですかね。今のこれじゃないみたいな感じよりも。あ、そうです、あ、はい、それはそうですね、はい、ふみごきげんよう。ごきげんよう。若い方だとなんだろう、キャリアの話じゃない、キャリアの話か、はい、そっか、はい、なんでしょうねこれはね。まあ何ですかね、本当に高校生とかだったら、はい、大学卒業しといた方がいいよとは思いますけどね。あ、今高校生だったのね、はいはい、でももうこう大卒だったらなだとすると多分25ぐらい、はい、まあ少なくとも大学行かずに行かずに就職どっかで就職して、はいはい、でもだったら別にそんな気にする必要はないかな。もう全私は何でしょうね、はい、NF って自分好きな民だと思ってるんですけどね、自分好きの民、はい、あんまそういうの考えないじゃないですか。自分が好きだとか、自分が好きだとか、まあ好きでも嫌いでもない、自分が好きとか嫌いとか、好きでもあり嫌いでもありな感じですね複雑じゃんみたいな感じです、はい、ね、この子もなんかなんて言うんだろうそういうの出るよって思うんですよ、はい、あの舐めてかかるといいですよ NF の人、人を、人を、あ、なんて言うんだろう、ここを制してるのは僕だみたいな、はい、分かんない分かんないか、はい、分かんないかな、誰か分かってほしいな、まあ、その感覚は僕には分かんない、喋ってて、まあ、はい、今ここ回してるの僕だからねって、はい、いや就職活動に行ってるんですけどね、はい、面接官の話を聞いてもらってるんですけど、はいはい、いやここの空気を制してるのは僕だよって、で気持ちが良くなるみたいな話ですか。そうすると上手に喋れる。あ、はいはい、はい、僕は逆ですね多分。え、逆、逆です、ここを仕切ってるのが僕みたいな感じで言うと余計緊張します。あ、はい、なるほど、はい、だから誰も僕の話なんか聞いてないぐらいの感じの方が、あ、じゃ自由に喋れるみたいな。 NF じゃ違うのかな現職で心が死にそうだとそこが運命は辛そうですねと、はい、じゃあ辞める時なんですよ。で辞めれないなら運命なんですよっていう話ですよね。いや今辞めれてないってことはそれが運命じゃないのかって。ヤンマルさん NF でしたか今ちょっとどっちが NF 詳しいか合戦ですけど、タンタメさんご金曜、うん、運命、運命、はい、NF の人には運命が通じると思ってるのは間違いかもしれません、はい、エレキチさんご機嫌よ。 NF は舐めてかかるくらいでちょうどいいぐらいだと思ってます。はい、はい、だからその大卒探偵とかって思い出す、大卒じゃないからとかって思い出すと、はいはい、多分余計なんかおどおどしちゃったり、はいはい、いやいや自信ないですからって、はい、いや自信ない人は取らないよって話じゃないですか、はいはいはい、でも自信ないですからって言いますよね、まあ、まあ僕なんてみたいな言いますね、はい、これ要注意ですね、はい、はい、あ、だからって話ですよね。あ、舐めてかかるぐらいの方がちょうどいい、はい、あ、僕は、あ、ヤンバルさんは NF で君は E が強いからそうだと、はい、まあ、内向だと違うかもしれないみたいな。え、運命説、お前は友近さんもお前が ENF だからそうだとなるほどでも、あ、運命だの言い方が違うんですかね。はい、どうせ私のこれが運命なんだ、はい、一緒だな。でも、ま、でもそうならないようにって話ですよね。舐めてかかるといい。で切り開く運命もあるじゃないですか。はい、あ、だから転職活動はやっといた方がいいと思いますけどね。そのあれですよね、これはきっとうまくいい方向へ向かってるって思い込むって話ですよね。思い込みも大事だと思ってます、はい、NF の人は、はい、はい、あの、ひとりさんを見て、はい、もういいやって思うまでは見た方がいいと思いますどこかでもういいやが出てくるので、はいはい、INF だと悲観論にということで、はい、ちなみにコメントいただいた NF さん、なんて言えばいいんでしょうね、はい、運命だし、切り開ける運命だし、はい、運命じゃないしで同じ病気だしっていうとこです、はいはい、でも結局うまくいくらしいですよ、はい、人間、はい、はい、そう思いません？それはうまくいく、結局あの自分がなりたいようになるらしいですよ、はい、これはどうですか？そう思う？思わない？まあ、はい、思います、はい、で、小田栄一郎が言ってました
ワンピース。だってあいつかなえ、あいつとは僕肩組みたくないな。でもあれで思い通りにならないって言ってるお前は今思い通りになってるって話。あ、それはよくよくよく聞くやつですよ、はい、それは、はい、で小田栄一郎が言ってたっていう。あ、彼も言うんですね、それを、はい、よく自己啓発のセミナーとかでそれよく言いますけど、はいはいはい、小田栄一郎さんが言うならば、はい、信じましょう